策の練り直しだ。敵将、私が討ち取ったぞ。準高達、交戦開始。総猛徳の前に立つか、ならば討つのみよ。
見事な戦でございましたぞ。両帝都を抑えた今、遠州は我らのものに。ふん、こんなものは肩慣らしに過ぎ。次で、伝令、牧羊が曹操の手に落ちました。我らの本隊が帝都へ向かった隙に一気に攻め落とされた模様。なんと、牧羊が奪われたですと。騒ぐな。奪い取られたのならば奪い返すまでだ。行くぞ新旧。しばしお待ちを。ここで帝都を離れては、今度は帝都が取る。このままでは取って取られての状態となり、兵力で劣る我らの敗北は必死ですぞ。ここはひとまず遠州を離れましょう。ふざけるな。俺は勝ったんだぞ。なぜ牧羊を落とされたぐらいでここを離れる必要がある。お怒りはごもっとも。しかし先の戦が終わったばかりで、我が軍は疲弊している状況です。我らの天下への道は始まったばかり。国は遠州だけではありません。私が必ずや別の国を奪ってご覧に入れます。そうそう、この借りは高くつくぞ。いつか必ず貴様を打ちのめし、遠州を取り戻してやる。陳旧、さっさと次の戦を用意しろ。はっ、お任せあれ。